見てくれてありがとう。つかさんです。おはようございます。人は家なしバンライフで生きていけるのかをテーマに、新潟県の佐渡島で真夏の車中泊3ヶ月間にチャレンジします。今日は2023年7月23日朝の5時半5時3分。温度が 24.7 度、湿度が 86% です。湿度が高いです。佐渡島で一番有名な鴨湖に来ました。鴨湖、ここが鴨湖ですね。駐車場があって、そこにね、神社があるんですよ。でベンチがあって、それトイレかな、トイレですね。で、鴨湖はクロダイがうじゃうじゃいるそうなんですけど、牡蠣の養殖をしているので巻き餌が禁止なんですよ。鴨湖内全域巻き餌禁止だからね、磯目で釣りをします。浅いです、とても。ナイスボート、見える、地面が見える。今ね、5時半なんですよ。夜だったら行けるかな。ここでちょっとやってみますか。これめちゃめちゃ浅いね。思いっきり投げないとダメなのかな。でも巻き餌なしでこれはどうなんですか。釣れますかこれ。巻き餌なし、磯目。あれ、でも後ろに木があって思いっきり振りかぶれないんですけど半分しか振りかぶれない。あー、20メーターぐらい。これであとは磯目にかかるのを待つだけですね。あー、なんか引いてる。あれ、餌取られたっぽい。なんかビビビってきたけど、あれ、なんか加えてる、引いてる。 あれ引いてない引いてないんですか。あ、なんか釣れてるな。なんか釣れてるな。釣れてるっていうか、海藻じゃないですかこれ海藻ですか。初ヒット。重いんですけど。あれ、なんかでもパシャって言ってるな。おお釣れた、チヌだ来た。釣り針、3号の釣り針、丸飲みですよ。チヌ。チヌ釣ってやりましたよ。こう針大きくしても大丈夫ですね。4号に針を大きくしよう。ヌーチーです。やったー。初チヌ。チヌだらけですね。磯目。針3号磯目、1本掛け、チヌゲットです。リリースします。餌だけ、磯目だけ取られちゃうな。
釣れない。浮きが沈むんだけどね、餌だけなくなってる。カモコ釣れるには釣れたけどね、その後続かないな。夜になっちゃいますね。今7時ですね。やべえ、真っ暗になっちゃう。あれ？なんだ？何これ、ハゼ、ハゼですね。へえ、ハゼここで釣れるんだ。ハゼぴょん、ハゼリリース。カモ湖の夕暮れ、夕焼けの今小焼けですね。なんか空がすごい綺麗です。カモ湖ですけど、なんかまあ釣れることは釣れるんだけど、 そんなに大きいのは釣れない。だいたい20センチぐらい、もう浅いんですよ。とにかくめちゃくちゃ浅いです。で、魚のサイズがね、小さいのしかいない。30センチ超えたらすごいんじゃないですか。40センチ50センチはやっぱ外側の海側じゃないと釣れないっぽいですね。あとなんか虫すげえ、っていうかモイスチャーがすごい、湿気がすごい、湿気がなんか夕まずめで日が暮れそうになった途端になんか霧が立ち込めてきた。霧が、湿気すごい。湖畔の湿気すごいね、ほんと。あ、虫が。虫。とりあえずね、クロダイ、目的のクロダイは釣れましたから。あとハゼピョンも釣れましたからね。ハゼ、クロダイ、いいんじゃないですか。蚊がすごい、蚊が、あ、もう痒くなってきた。蚊がすごいんだけど、マジかよ。終わります、終わりますか。さて、まあ今日はもう寝ちゃいましょう。キャンプ場に向かいます。寝ます。カモ湖はね、ちょっとね、あんまり良くなかったな。ちっちゃい、いや20センチぐらいの魚をね釣るんだったら普通に釣れますけどね。ひたすら浅くて牡蠣の養殖場でした。風景はとても良かったですね。綺麗な場所でした。はい、そんな感じですね。それじゃあまた明日、おやすみなさい。ちょっとキャンプ場に向かって走って寝ます。また明日、バイバイ、また明日。